夜勤の時間だよ。キズナアカリです。夜中に起こされた紬です。その帽子は何なのクリスマスだよ。知らないのいや、知ってるけど。しかも私の誕生日も来たよ。すごくないどっちもとっくに過ぎてるからね。明けましておめでとうございます。すら1ヶ月過ぎそうだった。夜ってゾンビ走るじゃん。危なくないの囲まれたらまずいかな。でも、 仕事なら室内だから大丈夫。室内で走ってくる方が危険じゃんやりなら走ってきても余裕を持って裁ける。あ、やりきれなかった。やりだけにとか言ったら帰る。え、そんなこと言わないんだけど。かすかべさん。やめてその反応。恥ずかしい。まあめっちゃ思ってたけどね。てめえ。さて、突撃となりの晩ご飯くださいの時間です。最初からもらう気なのやめて。実際お腹空いてきた。紬なんか作ってよ。実況中くらい我慢して。 焼肉の作り方と紅茶の作り方を覚えたよ。これで私もお嬢様ですわ。あかりお嬢様。受ける。馬鹿にしてますわね。そんな人はこうしますわよ。このお嬢様柄悪すぎない。あかんわつむぎ。敵いっぱい来たわ。それお嬢様じゃなくて関西連だよ。お嬢様と関西人は紙一重なんやね。関西殿抜けてないよ。イケポーラー。日本語まで抜けないで。お仕事完了。今回のお宝は何かなこれ、人の家の物を奪ってるだけだよね。 まあ、もう住んでないし、住んでない原因。あんただよ。うーん、しょっぱいね。略奪して何を言う。最後は食料か。何が入ってるのかなあ、美味しそうなシチュー。出てきたね。う、うん、めっちゃ美味しいよ。でも、なんでほぼって名前いや、まあ、ちょっと息調べてみよう。あー、トイレのお水場。これで飲み水解決する。え、やめときなよ。朝まで時間あるし、新聞置きあさって知識を身につけるよ。 そ,そうですね。なんか引いてないゲームとはいえトイレの水はちょっと甘いなあつむちゃんサバイバルはそんなもんだよつむちゃん言うなし医療の本もゲット医療はスキルも含めて早めに取っていきたいね明かりの今の戦闘スタイルだと生傷耐えなさそうその方がサバイバルっぽくてよくないあんたちょっとやばいやばくないよかわいい少女だよ怖いわ明日から距離置くねやばいとこも愛して重い彼女やめて。 ほら、金目のもの買いに来たわ。うん。普通のことだね。お、生きて帰ってきたか報酬しけてない安定度の仕事でもらえると思うな。ほら、暇してんなら荷物回収してきな。うん、お金もそんなないし、受け入れます。我々に安息はないのか。今日の仕事場も誰かの家。私たちもこれくらいの家に住みたいね。そもそも今の拠点は家いいじゃないしね。うわ、めっちゃ荒れてる。上でゾンビがいっぱい来て、床が抜けたのかなちょっと、リアルなのやめてよ。 怖がりっすね、先輩。うざ。本棚何か入ってないかな結構入ってるで。これでスレッチハンマーと槍ちょっと静かにして、槍が少し強化されるかないいね。気になってたんだけど、品質ってそんなに変わるのレベル1はダメージ低いし壊れやすいからほんとダメ。レベル2以降はね、序盤は大差ないかも。中盤以降は付属品つけたいから、高い方がいいかな付属品って重要なの。色々あるけど、火力アップや隠密性アップ。 持ち物制限緩和もあって、めちゃ重要だね。なほどね。あ、補給品見つけた。どうする回収してトレーダーのところ行くいやいや、お家のお宝を回収しないとね。無慈悲に倒される元住民どんまい薬物ゲット。言い方よ。包帯と、対動物用パーツはいいね。バッテリー、何に使うのまだ先だけど、バイク作るのにいるんだよね。マジで楽しそう。でも、明かりの運転はちょっとやだな。大丈夫。私無事故無違反だから。 そもそも、免許持ってないけど、でしょ。うぅう、なんでわかったし、もしかして私のこと好き好きだけど。え、えー、っと、ネタフりしててれんなし。さて、営業はこの辺にしておいて、報酬受け取りに行くよ。いろいろ台無しなワードやめなさい。お疲れさん、報酬の水だよ。また微妙な。何言ってるの序盤の水は大切だよ。それはそれとしてもう少しいいのくれない一番難しいダンジョンを送るぞ。それは死ぬ。地道に稼ぎます。 次の仕事は何も見どころがなかったゾンビ倒すのをアイキャッチにしないでしかもいつの間にかステロイド決めてるし体が軽くて気持ちいいねなんか体も温まってきたしちょちょ燃えてるって新しいジャーナル炎上を取得自ら炎上することで SNS の炎上を防ぎます騒ぎになって結局燃えるよてかジュース飲んだら治るの謎すぎる体内で水を作り出して治してるの知りませんけどどこかで聞いたセリフやめて。 こんなところに本屋さん、ちょっと寄ってみようかな。危険マーク3つだけど大丈夫。手前あさるだけだし、まだお昼だから大丈夫。やばい立ち読みバレた。ゾンビになっても本を守る。店員の鏡だね。でも、ゾンビなので容赦なく倒しちゃうよ。無慈悲すぎる。当時の本ゲット、これでロが作れる。これで前みたいに、鍋壊しても安心だね。いや、壊さない努力をして。さてと、お昼ご飯の後は、ガソリンスタンドでお仕事だよ。 どう見てもゾンビクジョのお仕事に見えないんだけど。副業しないとお金稼げないからね。葵のココメントーーナーえ、なんか始まったんだけど。このコーナーは、動画に寄せられたコメントを緩く返す。えーっと、そんなのあるんだね。誰だっけコシガさんカスカレだよ。まあいいや、野田さん、よろしくね。早速間違えてる。てか、野田氏は埼玉じゃないからね。葵先輩、早く読まないと持ち時間なくなるよ。ああ、そうだね。 大丈夫なのこの子。ほう。のどむろのことなんだね、初めて知ったよ。なかなか食べる機会ないけど美味しいよね。ほ <laughs> そ、そのうち、お家になるから。ほ <laughs> びっくりするくらい弱かったからね。この機会にぜひ復帰しません。さらっと引きずりこもうとしないで。ほん。だってさカスカベあんまり調子。飲んなんだよ。冗談だって、顔近い顔近い。わかればよろしい。きっうっかりさんって可愛いよね。限度があるからね。ところでさ。 葵ちゃん全然喋ゃらないけどごめん寝てた何しに来たの他にもたくさんのコメントありがとうございますちょ勝手に閉めないであの子次回はできんでしょうコメント返しにだけ現れる妖怪あいや、報酬部屋来たけどまだ一層終わってないや外にまだいるみたいだよスクラップヘルメットの最高品質序盤だと助かるねじゃあ最後の敵を倒してちょっと銃禁止でしょああいつがいる 誰もいなくない。こんにちは。と、何時点嫌い切ってでも殺す。待って、19日だから弾込めてない。やだやだ、こいつ本ンに来ないで来ないで。なんか引っかかってない。お金高,高いところに登るってし、すいません、人です。来ないで来ないで。もう、さっさと倒れてよ。いや、余裕だったね。どこがお、半べそかいてどうしたいやいや、あくびしてただけだよ。犬にでも追いかけられたんだろ大正解です。ちょっと、バラさないで。 あいつは何年戦っても苦手だよ。まあ、奴は素晴らしっこいからな。ほら、報酬と仕事やるから元気だしな。ついでに買い取りもして。弱ってるな。元気になるツボでもいるか詐欺やめて。うん。判断は正常だ。次も頑張れ。容赦ないな、このトレーダー。<laughs> ポーン。ー作りたかったけど、皮が足りなかったや。ってことで、ご飯調達ついでにイノシシ狩りするよ。大丈夫。犬で焦ってたのに。あはは、こうやって弓で倒せば余裕だよ。やるじゃん。 でしょうこの調子で次のイノシシも買っちゃうよ。え、弓使わないの甘いね。動物は体力が減ると逃げるんだよ。私の方が足早いし、追いかけてとどめ。なんでこっち来てるの逃げ場なくて排水の陣になったイノシシは強い。なんでイノシシの味方なのてか痛い痛い。はぁ、あ、死んだかと思った。頭出てなかったら、餌になってたね。っていうか、めっちゃボロボロじゃん。腕めっちゃ痛いよ。そう言いつつゾンビを殴んだし。 つむぎ、直してよ。はぁ、あ、縫ってあげるから、手貸して。え、待って、ここでやるの、せめてます。うわ